お花紙を使って一房の大きさが約60センチもある巨大なブドウを作りましょう。お花紙を7枚重ねます。真ん中に印になる折り目をつけてから蛇腹折りにします。はじめにつけた折り目を目印にして、外側になる方から切り込みを入れます。そこにワイヤーを引っ掛けてねじります。ワイヤーが飛び出ている方が内側になります。お花紙を広げて、1枚ずつ根元までめくっていきます。最後までめくったら、外側の1枚を残してまとめて持ちます。外側の花びらを丸く整えてから、内側の花びらの形を整えるときれいにできます。これを8個作ります。A3 サイズのコピー紙の上に、花と花の隙間が開かないように、少し重ねて並べます。もっとしっかりした紙がいい場合は、四つ切り画用紙を使ってください。位置が決まったら、液体のりをたっぷりつけて貼っていきます。お花紙を潰さないように、隙間から指を差し込んで、しっかり押さえて貼り付けてください。茶色の画用紙で、房についている茎を作ります。茎の長さは20センチくらい、幅は3センチくらいです。これを2本 T 字型に貼ったら、房の下に差し込んで重なる部分に液体のりをつけて貼ります。裏返すとこんな風になっています。お花紙を切らないように気をつけながら、余分なコピー紙を切り取ります。この房に葉っぱをつけます。葉っぱの作り方は、お花紙で作る巨大ぶどうと同じです。茎の裏側から貼り付けてください。上に飾っている一粒の大きさが8センチもある大きなぶどうが、ミニサイズに見えるほど、超巨大なぶどうが出来上がりました。お花紙の色は、お好きな色を選んで作ってください。大迫力の壁面飾りになること間違いなしです。